上海のナーチン昼からこんにちは。朝8時過ぎの上海です。朝の撮影は初めてかもしれませんが、今回は上海のラッシュアワーを届けたいと思います。上海最大級のカミングスーンです。既存のモールがカミングっても工事は続きます。アジア最大級のスタバです。ちょっとだけ覗き見するね。出勤時間だけあって客はほぼいないです。見とれちゃいますよね。一杯で1000円以上するんですけど、コーヒーは本当に美味しいです。上海にいらっしゃった時にはぜひ飲んでみてください。あ、そういえば報告が遅れました。今回のナレーションを担当することになったひそかちゃんです。しずかちゃんは体調不良のためお休みです。どうやらクラブではしゃいだようで声が出ないみたいです。さて、上海の朝の地下鉄編始まります。2号線の南京汁駅から乗ります。しかしひそかちゃんは上海のことを知らないし、動画編集もほぼ初めてなので、ナレーションは控えめにするよ。よろしくね。朝のマックです。スマホで注文して持ち帰るのが今のスタイルです。みんな出かけよう、的な広告が多い上海だよ。荷物を整えるぐんちゃん。手荷物チェックはスムーズにクリア。8時20分頃です。チンアース方向です。人民広場駅。人民広場駅に着きました。一旦駅の外へ出ます。その前にもう一つの電車をチェック。8時台です。駅の外へ出ます。
日のラッシュアワーです。AC 的な広告ですかね。乗り換えの人が多いです。見覚えのある顔ですが、名前が出てこない。やはり私はダメだ。変な AI の絵です。あの絵も駅のあっちこっちで見られます。広告が埋まってないんですかね。一旦駅から出て再び2号線に乗りますね。キープラビング。報告埋まってますね。いい汗かいてます。半端ないです。美しいでしょう。ちょっと目がクラクラしますが、とりあえず地下街をくぐってもう一度2号線に乗ります。これだけ広いんですけど、よく見たらカミングの壁が多いです。静香先輩なら
もう少し気の利いたことを言ったのかな。朝の地下商店街です。まだ時間が早いので開いてないだけかもしれません。 Y は上海のことあんまり知らんよ。2号線に再び乗ります。この辺りももう少しカットしたらよかったんかな。キープリビング、駅構内に戻りました。ちょっとだけ遠回りして乗ります。広告埋まってます。なんだ、あんたかよ。出るよって言われてもね。人民広場からランチンとんのに行きます。ランチンとんのに着きました。9時頃です。君、しつこいよ。壊れとる。
外に出ました。朝のナンチンタンヌ、歩行者天国です。巨大カミングを見てもやはり粋なことが言えません。アニメモールの前です。実は静香先輩からはシン・アンストローシャン甘露の動画も預かったんですけど、もう限界です。静香先輩に委ねます。バイバイバイ。